ントで地域活性化の切り札として注目を集めている地域ブランド、その地域ブランドの魅力を紹介する地域食とものづくり総合展2010を開催しました。おいしいね。これおいしいよ。それでは出店ブースを覗いてみましょう。石垣島から来ました、石垣島かつおだしの荒城と申します。私どもは、東京から約2000キロ離れた石垣市、さらに126キロ離れた与那国島で、黒潮に乗る前のカツオを取りまして、与那国工場で加工し、それを石垣島工場に持ってきて製品化しております。私どもの製品の、特徴はですね、合成着色料、保存料等を一切使わず、自然のままの風味を生かした製品作りをしております。ちょっとアミノ酸等を使ってない分、原料の味がきつく感じるかもしれないんですが、昔ながらの味だと思っていただいてご購入いただければと思います。もう一つの品物はマグロスティックです。これは私どもの工場で作っている製品ではありませんが、与那国工場で、マグロを加工し、この商品を砂川冷凍食品さんに卸させていただいております。今日は委託販売という形で、ブースに並べさせてもらっております。よろしくお願いします。もう本当に手つかずの島っていう感じですね。すごいですね。だから一回与那国に行ったことある人はもうこの島行けなくなりますよ。魚の味がして美味しいです。美味しい。青森と一緒に合いそうな味です。はい、ちょうどありがとうございます。苦労ないんですけど、どうもありがとうございます。それでは出店された皆さんに感想を聞いてみましょう。出店させていただきまして、やはり大都会東京の中のビッグサイトということもありまして、動員されている観客数含め、かなり田舎者の私たちにとってはびっくりしております。また今回試飲をしながらの販売をさせていただいておりますので、美味しいって言っていただける方に買っていただけるのと、美味しくないという方にもそれなりの意見を聞かせていただいておりますので、今後の商品開発に努めさせていただければと思います。ありがとうございます。うまい。なんかやめられないみたいな。うん、やめられない。乾杯をしたんだよ、それで。ご来場いただきました皆様、ありがとうございました。来年もまたこの会場でお会いできることを楽しみにしております。